皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。トッサン TV、トッサンでございます。さあ、本日も始まりました、トッサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日は、中国が AI で人の頭の中を覗きに来ます。では参ります。中国共産党を絶対に解体しなければいけないと思うようなニュースでございます。まずはこちら、ギガジンさんでございます。中国は AI によるマインドリーディングで共産党員の忠誠心を図ろうとしているという記事でございます。これですね、元記事はイギリスになりますね。テレグラフとか、あとタイムズになりますね。こちらがすっぱ抜いた記事ということなんですけれども、テレグラフでいきましょうか。こちらでございますね。はい。こちらテレグラフの記事なんですが、これ何かと言いますと、SNS 上でとある動画が出てきた。で、中国が AI で人の頭の中、感情の部分というのを読み取って、中国共産党にどれぐらい忠誠心を持っているかというのを測定できる AI を開発したっていう、その解説動画だったわけですよ。で、この写真なんですけども、これが、ガッピー総合国家科学センター。日本語だと合否って言いがちなんですけど、私三国志好きなのでガッピーって言いますね。ガッピー総合国家科学センターというところですね。ここで研究されていて、その成果を発表するような動画だったということなんですが、これまずいと思ったのか、すぐに消されてしまったんですが、その一瞬でテレグラフとかタイムズとかイギリスのメディアが確保したというところで世間に広まっているということでございます。で、これもうとんでもない話でございまして、まあ中世レベルとか、あと中国共産党の言うところの、まあ歴史の認識とか、思想レベルとかっていうものを、どれくらいかっていうのをですね、測定する。しかも AI が勝手に測定するっていうことです。で、嘘発見器の進化バージョンみたいなところで捉えればいいと思うんですけども、嘘発見器はその嘘発見器の機械が設置してある椅子に座んなきゃどうしようもないじゃないですか。それを拒めば、自分は自由だし平和なわけですよ。ところがですね、今回 AI で勝手に測定するっていうこれになりますと、もうふとした拍子に、例えばですね、中国に行きました、空港を降りました、このゲートくぐってくださいってくぐった瞬間にですね、あなた中国共産党に敵対するような YouTube のチャンネルやってますよねとかって言われて止められるとか、そういうことが起こりかねないということでございます。でですね、実際にこれ顔認証とか、あと、皮膚電気反応っていうのがあるみたいですね。あと、脳波反応など。つまり、生体情報をキャッチして、それによって感情を読み取るっていうことを AI が勝手にして、共産党に対して忠誠心がちゃんとあるのか、それとも共産党に対して敵対心を持っているのかっていうのを判断しますということですね。すでに中国共産党員43人にこのテスト受けてみなよとおすすめが言ったというような情報も書いてありましたけれども、実際にその、やったのかどうかというところまではちょっとわからないということになりますね。こんな情報が出てきたということなんですけれども、実はですね、これ、今回中国共産党員に対してというところで忠誠心という形で出てますけれども、こんなことはお首にも出さずに、以前にも同じことを中国共産党はやってます。ちょっとこちらご覧ください。はい、これですね、サウスチャイナモーニングポストになりますね。の2019年の記事なんですけれども、これは何かっていうと、先ほどの内容とほぼ同じなんですけど、先ほどは共産党への忠誠心だったじゃないですか。この記事は何かっていうと、メンタルヘルスです。メンタルヘルス。今、日本でも話題になってますよね。職場環境でそのメンタルがやられないように、心の健康を保つんだってことでメンタルヘルスやってますけれども、そのメンタルヘルスっていう文脈で、実は中国ってこんな画期的なものを開発しましたっていうニュースです。どういうことかというと、工場とかで、例えばフォークリストの運転手さんとかですね、そういうヘルメットを被るような仕事あるじゃないですか。そのヘルメットのところに、いろんな測定装置をつけてヘルメットを被った途端にいろいろ読み取って、鬱になってないかとか、職場でなんか悩み事はないかとかっていうのが AI によってキャッチされて、従業員の心の健康を守るんだっていう、そういう記事です。これは2019年に出てた。でも結局こんなことに、使うことに、その中国共産党は興味なんか持ってないわけです。自分たちの独裁の統治というのをどうやってうまく活かすことができるのかって、それのみに、関心がある。で、結局、3年経ってメンタルヘルスの方が進化するんではなくて、自分たちに対する忠誠心を図る方での研究というのが合併でやられていたってことがこうやって表に出てきたということです。非常に危険な発想ということになりますね。で、これ我々日本人にも危険なんですけれども、ちょっとその話に行く前に、
すごいシンクロをしている国が一個あるんですよ。この中国のわけわからんやつと。これ、神パパさんの情報なんですけども、プーチン大統領はロシアのメディアを制限または禁止した国や機関を報復の対象とする法案に署名したっていうことなんですね。で、長々と書かれてるようだけども、これ要するに、ロシアを侮辱とか、あとロシアのプロパガンダを制限した奴らには制裁するっていう内容だということ。要するに、プロパガンダ止めんじゃねえと。いうことですね。で、これと今回の中国のこの AI とってものすごい相関性が高いわけですよ。もうシンクロしまくってる。結局、独裁国家っていうのはですね、意図的にやらなくても、目指してる方向が独裁体制の維持なので、こういう高いシンクロを発揮してしまうっていうことだと思うんですね。中国共産党とかロシアの流す偽情報、プロパガンダ、例えば中国共産党を賛美するような内容であったりとか、今回のウクライナに対する侵略戦争というのを肯定するようなそういう偽情報ですね。これをひとまず流させろっていうところですよ。で、その上で肯定的なのか、それとも反抗的で批判的なのかっていうのを中国の AI によって補完して判別ができてしまうということですね。で、批判的なものを排除することもできるけれども、逆に肯定的な人を取り込んで、どん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 プロパガンダで染めていくこともできるっていうことですよ。我々一般庶民の頭の中を完全にわしづかみするってことですよ。一部の人間が。一部の独裁者がですね。で、これ自由主義陣営もプロパガンダを行ってますけれども、選択できるじゃないですか、まだ。でも、独裁国家ってですね、無理くりやられてしまうんですよ。無理くりやられてしまう。以前もこのチャンネルで何度も紹介しておりますけども、こちらの方ですね。習近平さんの顔に墨をかけただけで、精神病院に入れられて、わけのわからん注射はズブ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 打たれて、家に帰された時には言葉喋れなくなったという方です。うん。そこから数ヶ月のうちにですね、言葉喋れるぐらい回復しましたという情報が出てきておりますけれども、一回こんな形で薬で心壊されたら元になんか戻るわけありません。で、この中国共産党が壊したのは、この方個人だけじゃなくて、この方のご家族とか、この方の友人とか、もしかしたら恋人がいたかもしれません。そういう人の心も壊していってるということなんです。中国共産党の体制を維持するためだけにです。こういうことが行われていて、相互に補完するようなことを同時に行っているということになりますね。非常に警戒感を強めなければいけないんじゃないかなと思います。で、これがですね、我が国、日本人には関係ないかっていうと、決してそうではないということですね。まず、こちらのニュース。実はですね、あまりニュースに出ませんけれども、現在でも、中国当局に拘束されている日本人がいます。これ、2022年2月の24日、まあ、侵略戦争があった日か、のニュースなんですけれども、2015年以降、日本人で拘束された人が16人いるということですね。そのうち5人が服役中ということです。で、中国の場合は、薬物、アヘンの歴史がありますので、薬物めちゃめちゃ厳しい国になりますので、そういう犯罪を犯して捕まってしまった人というのは、これはですね、同じ日本人であっても自業自得と言わざるを得ません。最初から分かっていることなので、厳罰に処されるというのは。しかし、実はそれ以外で、なんで捕まったのか分からない、いわゆる政治犯という形で捕まっている人たちがいます。で、これは表に出ているだけで、もしかしたらですよ、もしかしたら中国の国内で不当な取り調べを受けて、お前喋るんじゃねえぞということで、実は短期間とか短時間でも取り調べを受けてるけど、表に出てない事例というのは結構あるはずです。なぜかというと、日本人たくさんいて、企業の方もたくさん行ってるから、そういう事例はあるはずです。それがもっと顕著になっていて、桁が一つ違うのがお隣ということになりますが、台湾でございますね。はい、台湾では、拘束されている人が150人ぐらいいます。そのうちの3分の1、48人が消息がわからないという情報。これ2019年の情報なので、今もっと増えているはずです。なぜかというと、直近とか近年になって、また新しい情報がわかりましたね。BBC がすっぱ抜いた情報でございますが、こちらでございます。海外で、これもまあ以前の動画でお届けさせてもらうんですけど、海外で台湾人の人が捕まって、中国、台湾ではなくて中国本土に強制送還されていたっていうのを人権団体が報告書としてまとめてきましたっていう話なんですね。恐ろしい話。これ2016年から2019年の3年間。わずか3年間で600人が中国ではない場所で捕まって中国に送られて、法で裁かれたのか、それとも行方不明になってどこ行ったか分かんないのかっていう状態になってるってことです。つまり、中国を警戒して中国に行かなくても、日本人が他の国、中国とズブズブやってるような他の国ですね、
例えばカンボジアに行きましたとか、パキスタンに行きましたとか、他の国に行った時にいきなり拘束されて日本ではなくて中国に送られる可能性すらあるっていうことなんですね。我々にとって全然関係ない話ではなくなってきてるっていうことです。で、そうやって捕まってしまった、政治犯として捕まってしまった人というのが、刑期を一応終えてですね、で台湾に帰ってきたというニュースもあります。これですね、これ5月10日のニュースですね。中国で国家転覆罪の台湾人男性、服役を終え無罪を主張ということでございますけれども、この人がですね言っていることというのは、なんでまず捕まったのかっていう話なんですけれども、中国で人権侵害で困っている人、人権侵害をされて困っている人の手助けをする仕事をしていたっていうことなんですよ。国家の転覆なんか狙ってねえよっていう話なんですけれども、それを中国国内でこの方はやっていたんですけれども、それが国家転覆罪だということで捕まった。で、じゃあなんで有罪になってんだっていう話なんですけども、有罪だって認めないといつまで経っても話してくれないんです。中国には前も言いましたけれども、早期というとんでもない裏法律があります。早期。もうどれだけの期間好きな場所で拘束し続けることができるっていう、そういう規則になりますね。早期というものがあります。それに基づいて、ずーっと拘束できるので、ね、もう認めないことには、もうおそらく命はないと思いますね。ということで、まあ、国家転覆罪に当たるようなことをしちゃいましたってことを認めて、服役して、刑期が終わって出てきたけれども、で、本当のことを喋ってる。しかもこの方すごいのは、これからも中国人の人の人権問題に関しては、支援していく、サポートを続けていくっていうことを言っております。で、警鐘を鳴らしてるんですけれども、中国に渡航する場合は自分自身で安全に気をつけて判断してほしいっていうことを言ってますね。言われのないことで捕まってしまうよっていうこと。さらに台湾の方が海外で捕まってるっていうことを考えると、中国のみならず親中国家に行くときも実は気をつけなきゃいけないということになります。ある時ですね、私が仕事上の友人と話をしておりまして、まあ YouTube を始めたということで見てくれてたんですね。まだ見てくれてるかもしれませんけれども、いつもありがとうございます。その方と話をしている時に、私はもう中国に行けないっていう話をしたんですよ。YouTube をやっていて、まあ政治系の話で安全保障が好きなので、その話をすると。ということになると、どうしても中国共産党に警戒しろっていう反中的な話になってしまうと。もうこれは日本人としてしょうがないことなんだ。しかし、それをやってることで私はもういきなり国安法とかに基づいて、いきなり中国に行ったら空港で捕まるとかっていうことが 0% ではなくなった。あり得る身分になったので、もう中国には中国共産党がいる限り生涯行けなくなりましたっていう話をしたら、その方ちょっとポカーンとされてるんですよ。ちょっとそれは大げさすぎないっていうような顔をしてたんですけども、中国のことを知れば知るほど全然大げさじゃないです。全然。本当にあり得るということなので、皆様もですね、中国と関わるときというのは、もう中国ここまで監視体制をどん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 強めているという部分気をつけていただきたいなというふうに思います。はい、ということでですね、最後に少しだけウクライナ情報をいきたいというふうに思いますけれども、ウクライナ情報、まずはこちらでございますが、ですね、ワグナーグループが、戦地に入っています。これは民間軍事会社、ロシア政府は、警備会社だって言い張ってますけれども、まあシリアとかですね、他の戦地もそうですが、傭兵を輩出している会社です。まあロシアのネオナチと言っていいでしょう。ロシアのネオナチ。このワグナーがウクライナにも参戦して入ってきておりますけれども、やはり戦場経験が豊富なので、結構強いみたいです。それをですね、殲滅したっていう、まずはニュース、いいニュースになる。殲滅した。でもやっぱりですね、次から次に次の部隊が来るだろうということで、現地のウクライナの兵士さんと、まあ、井上さんが連絡を取り合ってるんですけれども、まあ、すぐ他が来るさっていうか感じでですね、まあ、切り替えてドライに受け止めていらっしゃる。しかしながらですね、まあ、次は来ますけれども、ワグナーもどうやらちょっと人が厳しくなってきたぞっていう情報も入ってきており、こちらでございますね。神パパさんでございますが、ワグナーグループがですね、募集広告を出しました。これもおかしいですよね。警備会社じゃねえよな、完全にっていう感じなんですけれども、まあこういう看板を出しました。ロシア国内です、これ。出しましたっていうことでございます。ワグナーグループも、まあ、あまり表には出てきてませんけれども、相当程度消耗してるんで、ここを消耗させないと結構まずいんですよね。ここはかなり動きがいいはずです。ということで、
ちょっとワグナーグループにもですね、人の問題出てきたんじゃないかなというところが一つ。そして最後にですね、ちょっと許しがたい話なんですけれども、今、ウクライナが、いい情報としてはウクライナが、ハイマースなんかでですね、弾薬をボコボコ壊してます。これ本当にね、毎日毎日情報が上がってきてます。あそこ壊した、ここ壊した。で、これが起きるとロシア軍は物量があってもたまったもんじゃない。今のところ、砲弾数が顕著に減ったっていうような情報ありませんので、まだまだ鉄があるという感じでございますけれども、しかしこれだけ壊されると、物流の面っていうのは改善しなければいけないんですね。なので、今までドカンって弾薬を置いていた場所があっても、それ分散しておかなきゃいけないので、兵站上ものすごい非効率となって負担が増えるっていうことですね。これをロシアをやらなければいけないというところだったんですけれども、もうですね、とんでもない悪知恵を働かせまして、まずはこちらなんですが、住宅街を弾薬庫として使い始めました。住宅街を。やれるもんならやってみろっていうことで、ウクライナ人を盾にとって弾薬を置き出したっていうことですね。で、ウクライナ軍が市民を盾にしているっていうプロパガンダを盛んにロシアは流しております。で、それに関して 100% やってないとは、私は情報もそこまで持ってないんで言い切れませんけれども、ロシアは 100% やってますよねっていう話ですね。で、さらにですね、歴史的な博物館とか歴史的な建造物も弾薬として使い始めました。壊せるもんならまた壊してみろっていうことですね。うん。もう本当にテロ国家だなという気がいたします。そして最後にもう一つが、ザポリージャの原発。原発に榴弾砲をたくさん並べておいて、そこからどん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 撃ち込んでます。撃ち返してきたら原発壊れるけど大丈夫ってやつですよね。で、あまりにもボン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 撃ちすぎるんで、その火が飛び火して火災が起こってますね。うん。っていうことまでやっているということでございます。本当に卑怯だなと正直思ってしまうんですけども、これを肯定しないと見つかってしまって、しかもいや、そんな批判してませんって言っても脳の中見られて、お前実は頭の中では批判してるだろうって言ってですね、何かしらの罰を受けてしまうような、そういう世の中を作ろうとしてるのが中国とロシアだっていう、そういうお話でございます。はい、ということで本日の内容以上でございます。ご視聴ありがとうございました。